吉田さん、よかったですねプロジェクター手に入ってなんか新しいものが家に届くとワクワクしますよね、えー、そしてそのワクワクっていうのは未来を生きるためのなんか希望になると思うんですよで多くの方が将来に不安を感じていらっしゃいますけども不安を感じてるだけなのかってことなんですよねで私も将来に不安はないわけではないですと同時にその不安を打ち破って希望に変える力を持とうと思ってるんですよねで実際に、 こんなことが起きたら嫌だなと思ったら、じゃあどうするっていうふうにリスクヘッジをしていく。そんな行動をとっていくんですよね。うんまあ、これがだから苦痛から逃れるためのエネルギーですよね。まあ、人間が何か強い動機を持つときに、二つのきっかけがあって、一つは苦痛から逃れるため、もう一つはさらに快適になりたい。そういうふうなね、ポジティブな感情なんですけども、まあ、吉田さんね、借金抱えて鹿児島行って、 ニッチもサッチもいかないところからその少ない最終ですいまだにお互い変わんないですけどもでもねその中でよくここまでよじ登ってきたなと思いますよねまさにこれがビジネスの一攫千金なんじゃないかなと思います一攫千金ってのはなんかある日を境にくるっと人生が変わるっていうよりも長い期間を経て少しずつ変わっていって久しぶりに会ってみたらえそんなふうになってたのみたいな感じだと思うんですよだからこれれが男子3日会わざれば もしてみよううとというここなんですけどもこれはね男っていうのは成長が早いからだから3日間会わなかったらもう別人のように変わってるんじゃないかというふうに見ていった方がいいよってことなんですよだから油断するなってことなんですよねでまさに私はねこう思うんですよ吉田さんをある会社からね送り出した人がいますお前大丈夫かよみたいな感じで送り出した後に こううなっってていいた姿っていうのをね見てうん、なんか感じるものがあるんじゃないかなとね思うんですよね、うん、ある人に言わせればいやそもそもその会社に昔いたから精神力養われて一人になっても大丈夫なんだっていうふうにね肯定的に見る方もいるかもしれませんでも送り出す時っていうのはどっちかって言ったら「いやー終わったよね」みたいなそんなところがあったのかもしれないですよねちょっとこれは分かんないですけども ちょこっと目にしたのがなんか進む方向性を間違えてるなっていうふうな評価はあったんですよでその時に私もね納得できないでもなかったのは確かになぁと、うん、組織を離れて一人になるってことはなんか相当バックボーンを持ってないと難しいんじゃないかなと思ったけどもゆずねさんはねそのバックボーンがなかったわけなんですよ何にもないとで最初の頃はね 何千万か余剰資金持っての、うん、大離脱だったのかなと思ったけど逆で借金抱えてえー、そうかみたいなね <laughs> おかしいなってなんか儲かる塾にいたのに儲かるための組織にいたのになんで儲かってないんだみたいなね <laughs> でも非常に重要なものが儲かっていたと私は思ってますそれはですねお金があるないじゃなくてお金に対する考え方があるないなんですよ まさに私はそれから毎日ね、毎日これはね、勢いでも何でもなく、本当に毎日って言葉が使えますよね。毎日見ていて、毎日見られていて、日に日にね、そのビジネスが吉谷さんなりに、うん、進化していく過程をね、見せてもらいましたね。これは世の中のどんなビジネス法則や教科書にもない、どんな塾でも教えていない、そんなお手本だったと思います。少ないアクセスでいかに稼ぐか。 ね、多くの方はアクセスを取ることに自信がないだから少ないアクセスでなんとかならないかなっていうのが本音ですよそれをずっと実現してるというところでね集客して無料コンテンツで価値提供してセールスをするシンプルにこれだけずっとやるとそして続く秘訣続けられる秘訣自分が楽しいこと <laughs> 自分がもうねコンテンツを手玉に取ってるってことだと思うんですようん私はそれをね まっすぐ感じて自分の持ち物は全て自分の登場人物にしているそうですね吉谷さんがね吉谷劇団ってものを持ってるような感じですそこにはさまざまな役者がいます人間ではありません時には対談という形で人間も出ますけども自分が購入したもの自分が購入していないもの自分がやってきたこと自分がやってきてないことこれ全てが役者となって吉谷さんの無料コンテンツが出ていくんですよ まさに無料コンテンツ何が無料かっていうと登場人物のギャラがいらないんですよね <laughs> もちろん商品買えばねプロジェクターみたいなの今回みたいにプロジェクター自体にかかったお金は必要でしょうでも多くの方はプロジェクターというねものに対してお金をかけてそれで終わりなんですよでも吉田さんはプロジェクターにお金をかけたんだけどもそっからねそのプロジェクターに働いてもらいまくるんですよただ画像を映すだけじゃなくてプロジェクターは 普段人にものを見せる道具だと思いますけどもプロフィッジェクターそのものをね見てもらうっていう演出に変えてるんですよねいやーなかなか面白いですねうん経験したこともしてないことも登場人物にするというねまさに無料コンテンツのお手本なんじゃないかなと思いますね、うん、こういうのをね目の当たりにしていて自分の力にできないもしくは自分の発想にできない ちょっっとともったいいいなな多くの方はねね思います、ね「億万長者合宿」というタイトルでやり取りしてますけどもまさにね前は登場している私は吉谷さん前は見ている視聴している私は吉谷さんこの二人だけが二人だけがですね億万長者になるだけでたまに見に来る人たまになんか感じる人このたまにっていうのはねどこに向かうんだろうかと思っちゃいますよね。 うん、いやーということでね男子3日わ立れば活目してみようということで今回はお話ししてみました。いってらっしゃい。